豊臣が足利の軍勢とぶつかりました。覇王となったかつての青年か。さてどんな音色を奏でてくれるか。徳川軍が関ヶ原に陣取っているみたいです。地下に誰かがいるみたいですが。カイの虎が。押し進みながら潰していけ。ごきげんよう、覇王。さて、一体何用かな。私を討ち、過去の禊でも果たすつもりかね。思い上がるな、松永。すでに貴様など異物に過ぎぬ。ただ覇王として足利の先兵を撃つ、それだけよ。ああ、その通りだ、秀吉。これは解雇なんかじゃない。これで俺も地獄行き決定かねえ。鬼なんざ怖かねえな。どうした我の強大なる力を前に身がすくむか。君たち、鍛え直しを覚悟しておいてくれよ。承知いたしました。君の実力を少々見くびっていたようだ。惑うだけか。好きなみなものだ。破られたか。まったく諸君らにも困ったものだ。さあ見るがいいよ。この庭にもう一人か。野立ゆえにやや無作法だな。楽しんでいってくれたまえ。松永か。こうして兵を操るのがかつてのあの日であったなら。
君たちは僕が鍛えた兵だ。できるはずさ。不国強兵、我らこそがこの日の本の礎なのだ。弱兵はいらぬ、我が軍より去れ。確かに彼の思惑通り、多くが熱を吹いている。ご苦労、フーマ。一足先に戻っていた前、私は少しかの青年と話をしてこよう。貴様は憂えぬ、この弱き国の未来よ。確かに K は今を見据えているようだな。だが K の友人は必ず。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。これは僕にとってとても大切な戦なんだ。意を組んでくれるのならば、速やかにここを去って。これが最後の通告だ。秀吉に下り、従いたまえ。じゃあこの返答も最後だな。やなこった。こんな時のために大量旗を用意しといたぜ。消耗しすぎたか。ここやるぞ。こうはなんだ。もったいねえ。合戦場だぜ兄貴。かの自分、かの場所で君と共に立ちたかった。ただそれだけだったんだ。半兵衛、我らが夢必ず果たしてみせる。彼の思いを知っていてなおこの戦場へと連れ出した。結局は K もまた乗り越えてなどいなかったのだな。拭いきれずにいた弱きか。半兵衛よ、我はお前の理想などではなかったようだ。構え備えよ。釣り上げられれば一巻の終わりぞ。遊びが過ぎればぶたれるものだ。そうだろう。うん、力の差を思い知らせてやるわ。その力を持って我が前へ来い。我は屈さぬ、引かぬ。あんた、足が震えてるぜ。鬼が相手だ。仕方ねえさ。K が壊したいものそれではないだろう。いや、よし、いや、よし、かかれ、アイディ。後ろ足に進軍なんざ願い酒だ。どうやら拙者もこの戦場にて進化せねばならぬようだな。
諸葛か、あるいは太公望か、いずれにせよ大したものだ。兄貴、俺の稼ぎ見てください。お前の歯の力感じるぞ。いつか見てえもんだ、大海原の果てはよ。急げ急げ、俺真の像なんて口から出ちまえ。間に合ってくれ。乱世の共有め、次は何を狙っている。やろども、俺の鬼っぷりしっかり見とけよ。フクロウもまた鳥だ。羽をもがれてはかなわないな。鬼のかく乱なんざシャレになりませんぜ兄貴。奏でられずじまいか。私に似合いの結末だ。俺はなんと遅れりゃ気が済むんだよ。おっといけねえ、道草食っちまった。ふっ、いくら鬼でも食らっちゃいけねえもんだってあるよな。兄貴、また鬼みてえな顔してるぞ。例の考え事ってやつか。いや、ひょっとして腹でも下したんじゃ。だとしたら一大事だ。みんな兄貴の腹を撫でて。決めた。俺は決めたぞ、野郎ども。海だ、海へ出るんだよ。待ってくれ兄貴、海なんていつでも出られるんじゃ。その海じゃねえ、異国の海だ。日の本は俺たちにはもう狭くなっちまった。だからこの国をこぎ出してよ。まだ誰も見たことがねえでっかい大海原へ渡るのさ。そいつは本当の本当に一大事だだろ。海賊の心が、魂が熱くたぎるだろうが。行くぜ野郎ども、見果てぬ海をどこまでも。